当に未確認飛行物体なんか飛んでるのかな。物知りなロッテなら未確認飛行物体について何か知ってるかも。ロッテ、何してるの？ちょっと精霊と話してただけ。何してんの？私は UFO を追跡中。そうなんだ。でも難航中なんだよね。そうだロッテ、気分転換に探索行かない？え？何か名案を思いつくかもしれないし、ロッテが。私が？私に力を貸して。信じる心が私の魔法。何かの魔力に満ちてるみたい。うわっ！力とか持てればいいけど。なんでそれ？いや、お願い！とりゃ！
フルワール、えいや、とりゃこれでも食らえ。思いついた？明暗かどうかわからないけど、この時計の精霊を呼び出せるか試してみようと思って。そっか、精霊なら何か知ってるかもしれないね。それじゃあ。私はロッテヤンソン。質問があるんだけどいいかな。私たちこの古時計を修理すれば時間の流れが正常に戻ると思ってたんだけど、もしかしてまだ壊れてるところがあるの？うん、なるほど、そうだったんだ。わかった、ありがとう、またね。何かわかった？時計を修理するだけじゃダメなんだって。このホロロギウムの間を封印する必要があるみたい。封印？特殊な魔法の接着剤、封印接着剤っていうのがあればできるって。その作り方はわからなかったけど。ロッテ、すごい！大手柄だよ。そうかな。精霊か。もしかして UFO にも精霊がついてたりするかな。え、UFO に？はい。古い UFO ならついてるかも。スーシー、何見てるの？これ、なんだっけ？アルコール人形だよ。裏返すと帽子にもなるんだ。あれ、そういえば初めて会った時にスーシーがこれを区別魔法で。覚えてないね。封印接着剤って言われてもどうやったら手に入るんだろう。購買部に売ってるわけないよね。アーシュラ先生に聞いてみようかな。
剤って知ってますか？封印接着剤？特殊な魔法の接着剤らしいんです。私は聞いたことがないけれど。そうですか。ルーキッチ先生にはもう聞いた？ルーキッチ先生は魔法薬学だけではなく錬金術も詳しいから何か知ってらっしゃるかも。ありがとうございます。行ってみます。今日中にルーキッチ先生に合成実験のレポートを提出しないといけないんだけど、肝心の合成素材が足りなくなっちゃった。うん？何が足らないの？そこのメモに書いてる素材、なんかいろいろいるみたいだけど。調子に乗って実験を失敗したのが痛かったかな。もうダメ元で実験しちゃおうかな。当然成功しないだろうし。騒がしい。接着剤が欲しいんです。購買部で買え。普通の接着剤じゃダメなんです。封印接着剤が必要なんです。そんなに強力な接着剤を何に使うつもりじゃ？それはその、いろいろ事情があって。まあよかろう。材料持ち込みなら作ってやる。
材料って何がいるんですか？マンドレイクの葉が3枚、ミニドラゴンの牙を5つ、それにコーンスターチじゃな。コーンスターチって何ですか？トウモロコシのでんぷんじゃ。もちろんトウモロコシを持ってきても構わん。トウモロコシ、食べ物のことなら休みっかかな。昨日の授業で習った魔法の属性の話覚えてる？ええ、魔法には火、地、そう、私それって休みんか、ちょっといい？どうしたの？トウモロコシ持ってたりしない？おいしいよ、食べる？トウモロコシ味。多分スナック菓子じゃダメ。トウモロコシを手に入れるつてとかないかな？そうね、アマンダは？アマンダが持ってるの？トウモロコシはアメリカが世界一？そういえばアマンダってアメリカ出身だっけ？トウモロコシなんて持ってねえし、手に入れるつてなんてねえよ。ダメか。いや待てよ、ルーナノバにも飼育者があったよな。うん、使い魔のカラスやフクロウとかを飼育してるって聞いたことがあるけど。それならあるかもしれねえな。トウモロコシが？ああ、生産されている半分以上のトウモロコシは家畜の飼料だって聞いたことがある。そうなんだ、アマンダのくせにすごい。お前は一言多いんだよ。見せて、こうやってこうやってこうある。難しいわね。もう一回お願い。こうやってこうやってこうある。どうした？飛行魔法の補習でも受けに来たのか？でも私まだほうきに乗れないから。別にほうきに乗れなくてもできる補習はあるぞ。え、そうなんですか？ああ、やってみるか。
やってみます。ほう、いい気合だ。よし、準備はいいか？準備って、まだほうき持ってきてないですけど。どうせお前はほうきがあっても乗れないだろうが。それはそうですけど。それにグラウンドを走るだけだからほうきもいらん。え、走るんですか？そうだ、ほうき乗りには体力も必要だからな。お前も曲がりなりにも流星丸に乗ったんだからわかるだろう。ああ、確かに流星丸に乗るのは体力がないとダメかも。まあ流星丸ほどのほうきに乗ることはそうないだろうが、ほうき乗りは意外に体力を使うからな。なるほど。一応言っておくが、ズルをしたりしたらやり直しだからな。よし、それじゃ、よーい、ドン！なかなかやるじゃないか。でもこんなことでほうきに乗れるんですか？それはまあお前次第だ。はあ。ほら、これをやるからそう気を落とすな。いつか飛べるさ。食事を見直す必要があるかもしれません。なんか腑に落ちないけど、違う時間に来て資料があるか確認しよう。Thank you.
んてちょっと怖いな。いらないならちょうだい。いいけど、まずくても文句はなしね。なんだ。これだけあればちょっとくらいもらってもバレないよね。